は1時39分です。倉敷とことこ、このコーナーは倉敷の今を伝えるウェブメディア倉敷とことこの提供でお送りします。さあ、今年最後の倉敷とことこのコーナーです。今日のナビゲーターはトイさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。最後ですね、今年。そうですね、あんまりそんな師走感のない生活してるんですけど、まあ周りはそういう感じだしっていうところで。そうなんですね。まあなんか今年私自身、まあ人によるのかもしれないんですけど、もうね、昨日一昨日とクリスマスだったじゃないですか。全然クリスマス感が全なかったですね。ああ、なんかね、今年のクリスマスは土日がね、いいように当たってるということにその3日前ぐらいに気がついて、だからその今飲食店の知り合いとかも結構多いんですけど、うんうん、はい、超忙しいんだよみたいな話を聞いて、うん、おーおー、そういえばそりゃそうっすよねみたいな。クリスマスで土日だとそりゃ忙しいっすよねとか言いながら、うん、そうですよね。まあ年末、まあ、私も年末感あんまりないですけれどもね、まあ、今年最後のね、倉敷とことこということで、はいはい、トイさんにちょっと一個聞いたいことがあって、はいはい、今日なんかあの皆さんに教えてくださいって言ってる内容が、はい、年越しそばっていつのタイミングで食べますかってことなんですけど、はい、まあ、要は晩ご飯として年越しそばを食べる、でそれとももう直前、年を越す本当は11時とかその辺で食べる、はい、あとは年を越して食べる。トイさんのところはどうですか？僕はだいたい夜ご飯として食べることが多い気がします。そうなんだ、はい、あ、なるほどね。まあ、ただだから他にもある、うん、そばだけではないって感じですよね。あ、そばだけじゃなくて、そばがあって他の料理もあってっていう感じ、っていう感じが多い気がしますね。ね、いや、ちょっとね、私はね、どっちかというと直前なんですよね。ご飯は晩ご飯、晩ご飯、夜食系で食べるって感じなんですけどね、まあ、皆さんもちょっとね、教えていただけたらと思います。まあ、トイさんは晩ご飯っていう感じでね。はい、ということで今日はトイさん、はい、どんな内容になりますか？はい、まあ、そんな感じで師走感のない生活をしてはいるんですけれど、うん、まあ、年末ということで、まあ、倉敷とことこ2022年振り返り的な感じで、まあ、ランキングじゃないですけどね、はい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 、みたいな感じのことをちょっとつらつらとお話ししようかなと思っています。うん、なるほど。じゃあ2022、はい、印象に残った記事、はい、どうでしょう？まあ、記事というよりもですね、うん、まあ、取り組みという感じで、まあ、今年新しい取り組みとして、はい、まあ、市民レポーター、倉敷市民レポーターという、まあ、仕組みを、まあ、新たに始めたんですね。はい、で、まあ、これは倉敷とことこご覧になった方ことがある方はですね、まあ、見れば分かるんですけど、今まである記事というか、まあ、今は書いてる記事は、まあ、どっちかというとこう長文コンテンツで、もう結構がっつりと書いてることが、まあ、その詳しく書いているといえば聞こえはいいですけど、まあ、ちょっとその読むのにもパワーかかりますみたいな、長いとね、うん、そんなこう隙間時間ですっと読めないみたいなのもあって、うん、まあ、あれはあれでいいんだけど、まあ、もうちょっと一応メディアも歌ってるし、もうちょっとこうカジュアルじゃないですけど、うん、軽い感じで書ける記事みたいなのを増やしたいなというのが一つあって、うん、で、まあ、それで、まあ、そのレポーターという形でその町の取り組みを、まあ、市民の手で発信をしようみたいな、まあ、そういう立て付けで、うん、はい、まあ、倉敷 その市民企画提案事業という、まあ、補助金事業に今ちょっと手を挙げさせてもらって採択していただいたので、うん、させていただいたんですけど、うん、まあ、正直ですね、そんなに書く人いないでしょと思いながらは始めてるわけです。まあ、一応計画上はね、それは何人とか一応こう数字の目標もまあ立てなきゃいけないんで立てるんですけど、まあ、でもそんな僕らみたいなと馬松のメディアに書いてくれる人って、まあ、一応その講座を受けて、全3コマの講座を受けて、そこからまあ希望する方はレポーターとして登録ができますみたいな、まあ、仕組みになってるんですけど、まあ、受ける人はね、無料のセミナーだったんで、まあ、それなりにいるかもしれないですけど、実際活動する人なんてそんなにいるみたいな、で、はい、さらにそこで記事書いてくれる人だってもうどん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 こう割合減っていくわけじゃないですか、はいはいはい、なんですけど、まあ、意外と言ったらまあちょっと怒られるかもしれないんですけど、うん、まあ、十何名ぐらいの方がまあ登録をしてくれていて、で、まあ、今実際、まあ、1回でも書いたことがある人っていう意味だと、まあ、5人か6人ぐらいがまあ書いてくれているんですね、うん、はい、で、まあ、月に2本かぐらいの記事が、まあ、うん、まあ、8月ぐらいから始まってコンスタントに上がってる状況になっていて、で、まあ、それもそれですごいなというのも思うんですけど、うん、いや、これはある意味驚いたというか、意外と読まれるというね、まあ、やっぱりそのイベントに取り組みを限定しているので、うんうん、まあ、先週とか、まあ、遅くても2週間ぐらいの間で行われたものなので、うん、まあ、見た人もあれどうなったの
どんなんだったんだっけみたいな感じで、まあ、覚えてることもあるんでしょうね、はいはいはい、というところで、まあ、意外と数字を取るとなので僕らがめちゃくちゃ頑張って書いた記事よりも正直読まれてるみたいなことがあって、これはこれでどうなんだみたいなと思うんですけど、まあでもやっぱり、うん、あのこの、まあね、あの倉敷とことこというそのウェブメディアで、まあ、そういうのがあれば意外と読まれるんだというところが、まあ、ちょっと驚いたといえば驚いたし、あの、まあ、そうやって書いてくれる人がいることも、まあ、驚いたしというところで、うん、まあ、つい昨日もですね、あの今ここでまさにここですよね、あのきらめきの道、あ、はいはい、あの毎年、まあ、2月ぐらいまでやってるあのイルミネーションのイベントあると思うんですけど、うん、まあ、それのレポート記事を書いてくださった方がいて、はい、まあ、その記事があの昨日おとついかに上がってるんですけど、まあ、そういう形で割とこうコンパクトな記事をこうタイムリーにあの書くということが、まあ、できたっていうのが、まあ、今までのがっつり長文コンテンツしかなかった倉敷さんがですね、まあ、少しこの飛び道具のような感じ の、 あのカジュアルな記事があの書ける仕組みが、まあ、少しずつですけど、まあ、できてきたというのが、まあ、一つ大きなトピックだったっていうのがありますね。まあ、僕たちはもう正直その暗闇の道とかだったら僕も 割と近所なんで知ってるんですけど、まあ、やっぱ玉島とか水島とか、まあ、僕の住んでるところから見ると、まあ、ちょっと遠いところ、倉敷市内とはいえっていうところ の、 その取り組みとかも開けてくださる方がいて、あ、こんなんやってんだみたいな感じで、まあ、僕自身も記事は僕がほぼ入稿するんですね。あのワードでいただいた原稿をあの僕がそのワードプレスっていうシステムに対して入稿するという作業をするんですけど、なのでまあ一応見るわけです記事は全部ね、なのでこんなんやってんだみたいなことを普通に勉強になるみたいな、うん、なので面白いなと思いながら今やっています。またね、こうがっつりライターとしてやってらっしゃる方の視点とまた違う視点からこう見られて書いてるから、ちょっとまた雰囲気も違ってね。そうですね、まあ、やっぱライターで行く場合はもう基本的には取材という形で、うん、まあ、割とオフィシャルに硬い感じで行くし、まあ、写真とかもやっぱり一眼レフとか一応そのカメラ、うん、形も重要だからっていう感じで、まあ、カメラとかちゃんと使ってくださいねっていうような案内するんですけど、うん、まあ、レポーターさんも基本的にフラッと行って、はい、スマホとかでバチャバチャっと撮って、うんうん、後でこんなんだったよって軽く書いてもらうっていうようなまあ雰囲気でやっているので、うんうん、まあ、割とカジュアルっていうところで、うん、まあ、うん、まあ、面白いっていうかね。なるほどね、うん、まあ、フラッと行って撮って書いていいんだったらすごくやりやすいですしね。そうですね、市民レポーターさんとかだったらね。なるほど、これでまたこう、ね、ライターさんに育っていってがっつりこう倉敷さんのライターさんに育ってくれたらいいですよね。そうですねだと普通のね一般のなんかあの方からこう、まあ、気軽にその記事をなんかどんどんね、あの小さなあの出来事とかもあの情報として寄せていただけるとすごくありがたいですよね。そうですね、うん、まあ、やっぱその町の取り組みみたいなものっていうのはもう結構ローカルなものっていうのはどこにも出ていない、その地域の人しか知らないみたいなこともあったりすると思うんですけど、ただやっぱりそのいい取り組みっていうのは他の地域に知られたって別にいいわけで、うん、はいはい、なのでまあやっぱそういう形であの何か知るきっかけにつながればまあいいなというふうに ね、 ね、思ったりしますね。なるほど、はい、はい、まず一つ目の記事はその市民レポーターさん、はいはい、そうですね、で、はい、他にはありますか。まあ、もう一つは、まあ、これは僕がまあやってるからっていうのもあるんですけど、あの、まあ、建物シリーズという記事をですね、あ、まあ、書いていて、まあ、1年ちょっと前ぐらいからまあ始めて、まあ、粛々とやってる感じなんですけど、はい、まあ、これがまあまたマニアックだけど、まあ、意外となんかあの反応があるというねっていうようなものがあって、はい、でまあ、今まだ記事上がってないんですけど、今動いてるやつが、まあ、あの倉敷市立美術館っていう、はいはい、あの建物と、まあ、あとは有林荘ですよね、はい、あの大原美術館の向かい側にある有林荘というところが、まあ、動いているんですけれど、はい、まあ、この辺も含めて、まあ、まあ正直すごくマニアックまあマニアックの極致っていう感じなんですけど、はい、まあ、ただそのいろんな建物であるとか、まあ、そこにはその何らかのこうやっぱり大きなものなので、そのなんか思いつきでできたってことは基本ないんですよね、うんうん、でやっぱそこにはなんかバックボーンが何かあったりだとかするので、うんうん、まあ、なかなかそういうその地域の歴史というかを知ることなんていうのは、うん、
面白いなというのは、まあ個人的にすごく思っていて、まあ、あの本当僕は、まあ、あの歴史が好きだった人間なので、はいはい、あのまあそういうとこするのが好きっていうのは、まあ、あったかもしれないですけど、まあ、私立美術館とか一つとっても僕はもうやっぱ私立美術館としてしか知らない。だけどもともとは市役所の建物でしたみたいな話があって、まあ、まあちょっと調べれば分かる話なんですけど、まあ、でもやっぱそんなことも知らなかったし、っていうところで、じゃあその市役所だった建物として見ると、ああなんかあのなんかちょっと威圧的な感じのする、あのコンクリートでガーンとなってる感じの、はいはいはい、あの建物というのはなんかちょっと納得感出てくるよねとか、みたいなところ、まあ、そういうところが、まあ、いい悪いはいろいろあると思うんですけど、まあ、そういうところを知ることになるきっかけにつながるというのが、まあ、非常に面白いなと思いながらやっている。なので、まあ、一つ、まあ、倉敷とことこでしかない一つのコンテンツみたいな感じに、まあ、最近なってきたねみたいな印象が、まあ、今 4個ぐらい上がってて、はい、でまあ、次は5個目か6個目ぐらいなので、まあ、もうちょっとするシリーズもの感で、出てきたというか、っていう感じもあるので、まあ、これをこの先どうするかは、まあ、全然何も考えてないですけど、まあ、なんかこういうのをやっていくっていうのが一つ の、 あのものができてきたなというような印象があるというのが、まあ、もう一つのトピックですかね。建物シリーズ、あのあれですね、倉敷とかとこのこのコーナーでも何回かしましたもんね。そうですね。ねえ、なるほどね。なんかもうそこまで調べたかみたいな感じの内容が多かったですよね。そうなんです。あの、基本的に僕が全部記事書いていて、でなので取材も自分で行くんですけど、そのまあ大物という表現らしいのか分かんないですけど、でもこういうことを知ってる人ってやっぱ結構その偉い人だったりとか、あのまあそのそういうもう研究とかをしている方とかが、まあ、その出てきたりとか、あとその記事の確認とかのところで見てくれたりとかするので、まあ、その やり取りする人が結構ビッグな方が多いから、こっちもおおってなるみたいな。あ、そうそう、行くと、いやこういう内容だったらちょっとうちの、 その、ね、あの役職のある方が対応しますみたいな感じになって、いや僕そんなテンションじゃなかったんですけどねみたいな。おいおいみたいな感じになると、まあそれはそれでまあちょっと面白いというかね。はい、建物シリーズがね、はい、はい、2つ来ましたけれどもね、そろそろでもね、はい、いい時間になってるんですよね。はい、じゃあ、まあ、でも本当にね、たくさんこうね取材して、あの倉敷とことこさんのウェブの方にたくさん多分今回1年見ても上がったと思うんですよね。でもやっぱりなんか倉とこさんの記事はですね、私たちもあのラジオでなんかこう情報収集するときにすごく利用させていただいてましてね、あの検索したらあの倉敷とことこさんの記事が大体出てくるんですよ。下なんかこのことについてって検索ワードかけるじゃないですか。なんで、あのあ、じゃあ倉とこさんの記事があるんだったらそっちを見て、あ、細かくやっぱりきあの取材されてるのでよく参考にはさせてもらってるんですけどね。まあ、マニアックなんでね、多分そういうなんか、知りたいものに対する問い答えは載ってる可能性はあるかもしれない。そうですよね。なんでこう細部までね行ってるので ね、 そうね、そう、まあ、長いんですけどね。たどり着いても、ね、うん、どこにそれ書いてるんやろみたいななるかもしれない。まあ、でもね、あの今年1年ね、たくさんの記事をね皆さんにお届けあのしたわけですけれども、また来年もですね面白い記事をねどんどんと、はい、はい、上げていただければと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ今日はですね、ちょっとねリクエスト曲の説明に少しだけ時間が取りたかったんで、はい、今日はあのトイさんなんか面白い曲を、はいはい、あのリクエスト曲はですね、あのモーニング娘。というアイドルグループのデビュー曲、メジャーデビュー曲のモーニングコーヒーという曲ですね、の、20周年アニバーサリーバージョンというやつがあってですね、なんですね。で、まあ、なんでこんな話をするかというと、うん、僕はつい最近モーニング娘。さんのライブに、まあ、3年ぶりぐらいに、まあ、あの僕、まあ、昔からファン で、 でもほぼ毎年1回は行ってたんですけど、あ、そうなんですね。まあ、コロナでやっぱちょっと行けなぎというかっていう感じだったけど、この前福山で会ったんですね。お、はい、道田さんのお膝元の福山にちょっとお邪魔させていただきまして、はい、で行ったんですけど、25周年だったんですよ。もう数年行かない間に25周年になってたみたいな感じで、おマジか25周年だったんだみたいなみたいな感じで、でまあそんなことが、まあ、あったので、まあ、ちょっと25周年の曲は何もないんですけど、持ってないんですけど、20周年のやつがあったと思って今日持ってきました。なるほどね。
これね知ってます、 YouTube とかにも上がってるんですけど、新旧のねモーニング娘。のメンバーが一緒にコラボして歌ってるやつなんですよ。これねすごいバージョンも少し変わっててとっても楽しいです、聞いてて。でトイさんがもうちょっとねびっくりしたのが、モーニング娘。のファンだったのはちょっと知らなくて、あのこと今回もワースタで来るだろうなって思ってたんですけど、今日今回は違うんですよって言ってね。いやまあ元々原点から言えばもうそれこそその初期のメンバーがいた頃からのファンというオタクなんで、阿部夏実ちゃんとか、あそうですね、だからもう二十何年続いてることがもう驚きですよね。もう2000年からなんで、なるほど。だって私もあの当時のモーニング娘。ってすごい勢いがありましたし、私が一番好きなのはジョンソンなんですけど、うん、もうねなんかあのね おたけびがねちょっと好きなんですけどねまあでもすごいねもう勢いがすごかったですよね。そうですね、うん、もうアリーナみたいなでかいところで毎回ライブやっててみたいな感じだったので、そうそう、うん、レコード大賞も取りましたしね。まあでもね、ではそのね20周年の、はい、はい、もう、まあ、って言っても5年前ですよね、だからですね、モーニングコーヒーを CM を挟んでお送りしたいと思います。トイさん今年1年本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来年もよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。倉敷とことこ、このコーナーは倉敷の今を伝えるウェブメディア倉敷とことこの提供でお送りしました。倉敷をもっと知っとこ、食べとこ、買っとこ、遊んどこ、見とこ、ここに住んでいるからこそ見えること、伝えたいことがあります。倉敷の今を伝えるウェブメディア倉敷とことこ、倉とこで検索。